どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。セパ交流戦始まりますよ。出番プレイ、とりあえず今度投手に注目してみようかな。エース、登板白木、山名が結局やべえな。白木もちょっと良くないんだけどね。で、ピンチになったら白木のちょっと見てみようか。ゼフ長、いや待て、白木はま登板させたくないっていうのあるんだよな。ひどいな、誰もみんな調子悪いんだよ。まあ、とりあえず、もうしょうがないから行こう。頼む、なんとか流れを変えてくれ。この悪すぎる流れを。悪いんじゃないんだよ、悪すぎるんだよ。行きましょう。阪神のアウェイユニフォーム、黒地の黄色、かっこいいよね。まあ、そう考えたらうちのワイバーンズのユニフォームって結構クリーンなイメージがあっていいじゃないですか。まあクリーンって言ったって結局のところ、ずっとなんか今年2軍で買い殺しの、かつそのまま終わるとこ全危うく終わりかけましたけどね。いいね、この視点もなかなか、たまには。第3球、空振り、ワンボール、ツーストライク。頼むよ。さあ4球目、打った、引っ張った、頼む、投げた、低め、よーし抑えた。いいね、ランナー1人置いて、いよいよツーアウトランナー2塁。第9、初球を打ちました。よーし1点で抑えた。抑えりゃいいんだよ、抑えりゃしっかりと。2回の表が終わって1対0、麻生先制。焦らず行こうぜ。さあそして堀を、麻生追加点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、何度もやられてきついな。糸井さんにはホームラン打たれてるし。白木早くね、スタミナ切れんの。ちょっと思いのか早いんですけど、スタミナ切れんの。これああダメだ、変えられねえ。あ、申告敬遠ができる。なるほど、まあしないけど。二塁へ牽制を送ります。いやでもした方がいい気がすんな。投げた、しなくてよかった。オッケー、危ない危ない危ない。そして白木降板、終わってみればあとも8-4。今日2ホーマーと糸井さん絶好調、いいな。俺もやりたいそれぐらい。惨敗、残念。さあそれではじゃあ試合、スキップしていきましょう。コラレス、流れを変えろ。やった、超久しぶりに勝った。3勝目コラレス。コラレスがでかいな。藤浪に勝ったんか、いいじゃない。初回5点とか何事。連敗トンネル脱出、バースデー勝利達成。あ、マジか、そんなこともあるんだ。成長タイプは普通と。ういそしてスキップ、山田勝て、勝てねえ。10対7、結構惜しいとこ行ったんだな。ロサリオがやべえ、もう16号かよ。石峰捻挫、やばい、怪我がな。これしばらくあるね。今度ヤクルト戦か。で、ワンプレー、誰に注目しようか。ちょっと待て待て待て、これあれだな。采配、投手一軍登録、能見さん、これあかんやろ。誰か先発託せる人。まあ今日いきなり先発で上がって、じゃあしっかり抑えてきてねっていうのもなかなか下道なもんなんですけど。なぜ君が疲れている。とりあえずじゃあ難しいな、誰でいくか。安倍さんでいってみようかな。絶好調な選手で。で、野手一軍登録はいらないか。いい、このままいきます。で、出番プレイ。出番設定で、今回先発の、どこにいる？登板、白い、山田、藤、あれ？いねえな。あ、いた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 。
で、登板でピンチ。これでいこう。はい。頼んだ。いきなり、よし、なんか、今日まさに登板って決まって出てくるのもどうかとは思うけど。まあ、いかんせんスランプだからな。明治神宮野球、勝つためにはやむを得まい。東京ヤクルトスワローズ対麻生、セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。頼むよ。スワローズの先発は右の西、麻生の先発は、そうか、西がヤクルトに入っているのか。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、阿部投手、今日の今日先発で一軍上がってきたけど、麻生先制の出たマクフォール、超長身だよな。マクフォール二塁タッチはセーブ。頼むよ。投げました。フォーク決まってストライク。変化球多様でいいから。とりあえずもう打たせよ、打たせよ。打たせて取る。いいね。あれ、阿部投手いいかもしれない。普通に考えてちょっといいピッチャーかも。いいスライダー持ってるじゃん。絶好調なだけあって。よし、抑えた。よし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 。久しぶりかもしれない。初回0点は。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。とりあえずホッとしてます。麻生、この回はさあ後続頼んだよ。なかなかピンチはよく背負うんだよな。期待はしたいですけど。打ちました。二塁ランナー三塁へ。まあまあまあ。第3球を投げました。もう低めに集められればでかいんだけど。打った。よし、キャッチャー。ナイスキャッチ。これでツーアウト。いいね。第1球投げました。スライダー見送ってストライク。頼む。第2球。俺は期待をしているぞ。投げました。打ちました。ライト。あ、やばい、これやばい。ラン。肩が弱いから取られる。スワローズ先制。くそ。こちらが先ほどの先制のシーンです。ダメか。一応ノーバンで届いたは届いたのか。ノーバン1点、この1点に泣くかもしれん。おし、追いついた。いいよ。阿部投手やるやん。ちょっとしかもやばいな、ピンチがあんま良くない状況か。うまくこう落とし、OKOKOK、 焦らず行こう。焦っちゃダメ。よし、打ち上げた。タッチアップはないな。浅いから結構。やりやがった。舐められてる、超舐められてる。わざわざ戻って。さあ、そして青木6番なんだ。頑張れ。いいよ。そう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 。メジャー帰りだろうがなんだろうが、我らが翼竜球団の力を見せつけて。よーし、よく抑えた。よく抑えた。ヒヤッとしたよ。どうだ。1点に泣く。めっちゃいい感じだったんだけどな。惜しい。マジで今ワンチャンあったよね。ワンチャンあるでっていう状態だったのに。くそー、もったいない。悔しい。それでは、スキップして、とりあえず、マルティネス。惜敗。また1点差。しかも延長。延長で負けたのきついな。延長はもう負けたくないよね。やばいやばい。ちょっと、経過がよろしくないな。大敗。まさか。白木7敗目か。やべえ。なかなか投打が噛み合わねえ。成長する人はするんだけどな。ということで、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。